なんですよね。お前らハンカチを用意しときゃ。そうじゃない。いいですか。とりあえずなんか、あととりあえずね、まあ、真面目に話すんだけど、やっぱり、まあ、最後のライブなんで、やっぱ、まあ、プリンさせてもらってすごい気合入ってて、まあ、この時間がもう終わるなってぐらいすごい楽しかったです。はい、今もすごい楽しいですし、だから、まあ、あのやっぱり4年生なんで、まあ、後輩たちにメッセージみたいなということで、やっぱり多分みんなこれからすごいライブとかたくさんあると思うんだけど、実は結構数えれたりして、実際あんまない現状なんですよ。だからまあやっぱり一回一回のさ、そのライブみたいなのにやっぱり本気で打ち込んでほしい。まあそれはみんなが手抜いてると思わないし、みんなすごい楽しそうにやっててすごい僕いいなと思ってたんですけど、やっぱりこれからそうなんですよね。やっぱどんどん時が流れていく。じゃあその今、そう、まあ明日じゃないんですよ。今日頑張んないものに明日はないってことです。だから、いやごめんなさい。本当に、まあ、結構ガチな話で、だから本当にこのライブ、次のライブ頑張ればいいじゃなくて、このライブにかけたり、そういった思いで。これからもずっとこれは頑張ってほしいと思います。まあ俺たちも終わりじゃないから、まだ4年生まだ全然ライブあるし、だからこそまあみんな楽しんでいきたいし、まあ、今の AC の雰囲気はすごい楽しくてすごいいいと思うから、その中でもまあライブに関しても一生懸命、一生懸命ふざけるでもいいし、一生懸命弾くでもいいし、何でも全力でやってほしいなと思ってます。これでいいかな。